全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ鉄臭い錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔法濃度100倍。まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ。お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよマリン。待ってろよシャワー。セット完了。爆発！おお、開いてる開いてる。邪魔者はコッパみじん。さあ、行こう。緊急事態発生。緊急事態発生。こちらは神羅カンパニー危機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街に予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔法炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ上等だ。全部俺が背負ってやる。不安疑問悩み事それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。で、リーダー、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。うん。八番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい約束の金は。アジトに帰るなら3000円だ。
これソルジャーならわかるよね。回復マテリア当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはね、もらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。倒れる前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入り君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美が貨物車で。まさか、どうして？言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えていると。我々の大切な思い出だからな。さてクラウン、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。母さん。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。
息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。予想以上か。こちらは神羅カンパニー北山本部です。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ、お花どうぞ。お花？うん、お礼。追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔鋼炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて。Thank you.
えてないのか。やっぱり一回解散。おい、またね。剣を地面に置け。ゆっくり。どうってことない。栄光を寄せ。限界を超える。囲め囲め。逃げ場はないぞ。終わりだ。ここまで。じゃあ効果準備完了。
クラウドさん来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない、うん、本気で誘わない、うん、ちょっと、うん、心配したじゃねえか。え、あ、何してやがったんだ。ああ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。ふっ、待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器。ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。8番台ステーション発、到着までに戦闘車両に。7番台駅、この列車は1番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。みんなピリピリっす。当然だろ。何でもない。クラウドさん、これ罪の告白なら他でやってくれ。うわ、厳しいっすね。3番街に逃げたかったのに。何、仕事の邪魔だよ。弟たちに話してやるんだ。ちょっと聞いていいか。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。いい加減にしてほしいな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいの。いい加減にしてほしいな。出かけたりしないで、うちにいればよかった。クラウド、SOS。 7番にも影響があるはずだ。ドキドキが止まらないの。やっぱり8番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした、そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない。見えない敵がいるって言ってたよね。ああ、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。他の魔鋼炉も狙われるかもしれんな。魔鋼炉を爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。なんなんだ君は。星を思う善良な使命。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよう。
爆刀の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない、何があっても変わらない日常を送ってやる、これが新列車員の戦い方だ。意義なし、これぞ死んだ魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか、いつだって精いっぱい生きてる。引きましょう。死んだ魂だ。早く着かねえかな。まあ理解されるとは思ってないさ。俺たち嫌われ者っす。話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔法都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔法炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。間もなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心してね。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し、ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。列車と同じ、敷かれたレールには逆らえないんだ。